ボクサ、1842年、ロベール・ニコラ・シャルル・ボクサは、19世紀フランスの作曲家、ハープ奏者。ハラン・バンの生涯を送り、世界各地を転々とした。1789年に、モンメディで生まれる。振動ハープ奏者として活躍した後、1813年に、ナポレオン一世の宮廷楽団のハープ奏者に、任命され、オペラの作曲に着手する。 しかしながら1817年、通貨偽造や結婚詐欺、文書偽造への連座により、国訴を免れるためにイングランドに逃亡。欠席裁判によって懲役刑が課された。フランス法から無事に逃れて、ロンドンに上陸。1821年に、王立音楽アカデミー解説に協力して、学長を務めるが、1826年に前歴が発覚したため、 自職せざるを得なくなる。その後は、ロンドン王立劇場の音楽監督に就任している。1839年に再びスキャンダルに関与、今度は、オペラ作曲家ヘンリー・ビショップの夫人で、オペラ歌手、アンナ・リビエラと駆け落ちして、海外に逃亡したのである。二人は、ヨーロッパやアメリカ合衆国で、演奏活動を行い、1855年12月に、 ゴールドラッシュにはクシドニーに上陸した。しかし、オーストラリアでは一回しか演奏旅行を行うことができなかった。シドニーでボクサーが休止したからである。アンナビショップは、シドニーのキャンパーダウン墓地に彫刻をあしらったボクサーの墓姫を送っている。ありがとうございます。